ついたか。容体はどうじゃ。朝の意識がない。ロギンも衰弱している。確かにこの力尋常なものではない。わしの力を遮っておる。今まさに誰かがわしの力を防いでおるような。これは神聖術か。この治療には時間がかかりそうじゃな。通信でセルカを呼んである。もうすぐ。お、来たぞ。患者は？二人だ。先にアスナを。この傷、肌に黒いもやが。こいつをつけた敵が呪いだと言っていた。わかったわ。治療してから取り除いてみる。みんな離れて。システムコール。ジェネレートルミナスエレメント。わしが止める。下がれ。こしゃくな真似を。何が起こったんだ。神聖術に反応する罠のようなものが仕掛けてあるのじゃ。うかつに手を出せぬ。ロニエさんにも。いいや、先にロニエを回復してやるがよい。アスナはどうなるんだ。現時点では治療法がない。天命だけが頼りとなる。そんな。呪いに関する文献を当たり、どうにか解決手段を探す。お主たちは。おい、どこに行くのじゃ。決まっている。トレディスの峠だ。あいつを見つけて解除法を聞き出す。待て。歯が立たなかったのであろうが、増援を呼んでからじゃ。待ってられるか。情報がない状態で言ってもどうにもなる前に。カーディナルさん、私がキリト君を止めてくるよ。頼む。あのようなキリトは初めて見た。どうしてよいかわからぬ。私はわかるよ。キリト君は大切なものを守るために必死なんだと思う。あやつにとってアスナはそれほどの存在というわけか。うん。止めないでくれ。ねえ、お兄ちゃん。いた。すぐ。ごめん、俺。大丈夫。ごめん。お兄ちゃんがそんな顔をしているのはアインクラッドの時以来かな。アスナが死ぬ。俺が巻き込んだせいだ。泣かないでお兄ちゃん。お兄ちゃんのせいじゃないよ。お兄ちゃんが駆けつけたからアスナさんは一命を取り留めたんだし。もっと早くアンダーワールドからログアウトさせていればこんなことにはならなかったのに。お兄ちゃんを見捨てるような真似アスナさんがするわけないでしょ。たとえ行き先が地獄だってお兄ちゃんについていく人だよ。そうだな。思い出して今までの戦いを。そうだ、アインクラッドの時はもっと絶望的な状況だった。
お兄ちゃんはその状況を覆した、奇跡を起こしたんだよ。諦めちゃダメ、私が支えるから。一緒にアスナさんを救おう。ああ、一旦戻って準備を整えようね。心配しなくてもいい、もう冷静になったよ。何をするにも情報がいるな。目を覚ましたよ。本当か？ロニー、聞こえるか？先輩、ここ図書室。私たち敵と戦っていましたよね。あの敵にアスナが呪いをかけられた。それを解くためにはあいつらを探し出さないといけない。どんなことでもいい、情報が欲しいんだ。アスナと調査をした時のことを思い出せるだけ教えてくれ。聖地、地元の人がそう呼んでいる場所があって。その話は俺も聞いた。聖地は3カ所あって、私たちは最初に旧処刑場跡へ行き、次に石碑の丘、最後に忌まわしい廃墟へと行きました。そこで襲われて。襲われた場所の近くに忌まわしい廃墟があるんだな。ええ、忌まわしい廃墟は賢者の成果でした。土台と壁しか残っていませんでしたけど、アスナさんは念入りに調べていました。しばらく調べていると、壁に文字が刻まれているとアスナさんが言いました。私にはその文字が見えませんでした。ただの石に見えたんです。アスナにだけ見える文字。アスナさんがその文字を読むと、壁石が割れて鏡が現れました。その鏡を、聖地からの帰りに敵に襲われ奪われました。鏡が彼らの目的だったようです。なるほどな、俺の得た情報と一致する。あ、どうした？聖地から去るときにアスナさんがこうつぶやいたんです。謎が解けたかも、あそこに戻らなきゃと。あそこ？私にも分かりません、ごめんなさい。いいんだ、他に情報はないか？そういえばアスナさんは壁を調べている時に声を発していました。もしかしたら神聖術を使っていたかもしれません。どんな？遠かったので聞き取れませんでした。ロニエが辛そうじゃ、そこまでにしておくがよい。あ、すまなかったロニエ。あ、いえ先輩、力足らずでごめんなさい。何を言っているんだ、アスナを守ってくれてありがとう先輩。キリト君、旅の準備整えておいたよ。ああ、ありがとう。なら出発するか。待つがよい、話がある。何か分かったのか？正体までは分からぬが、アスナにかけられた呪いはフラクトライトの内部に食い込んでおることが分かった。ログアウトをして無理やりに引き剥がせば、魂に損傷を負ってしまう可能性すらある。じゃあどうすれば？
呪いの核となる部分は今も術者から力を供給され続けておる。術者を倒せば呪いも弱まる。黒き魔物を倒すのだ。必要ならばこれを使ってでも。召喚結晶か。よし、わかった。任せてくれ。ここら辺に石碑の丘があるはずなんだけど、地図にはそんな地名ないよ。だよな。アスナたちはどうやって見つけたんだろう。カリウドだ。しくしょう、またか。枯れやしない。どうしたんだ。聞いてくれ、あのビッグホーンの毛皮、市場で高く売れるんだが、硬すぎて矢を弾き返しちまう。のろそうだな。殴りに行けばいい。ああ見えて獰猛で接近戦は危険なんだ。カリウドも大変だな。で、あんたこんな偏僻な山奥に何の用だ。地元の人が聖地って呼んでいる場所を調査しに来たんだ。あ、そうだ、あんた知らないか。聖地を知っているのか。なら教えてくれ。取引だ。あの魔獣を買って頑丈な獣皮を10枚集めてくれ。そうしたら聖地へ案内しよう。ありがとう、すぐ集めてくれ。
Thank you.
集まったぞ。いいだろう。案内する。こっちだ。ここが石碑の丘だ。残りの聖地の場所も地図に書き込んでおいた。持って行け。ありがとう。王に切るよ。ここが石碑の丘。石碑あるね。石碑以外は何も見当たらないな。ここをアスナさんたちも調べたんだっけ？確か2番目に調べたんだっけかな。石碑にはシンボルっぽいものが刻まれているな。半円かな。シンプルだね。何を意味しているんだろう。月？だったら縦に半円でしょ。これは横に半円だよ。わからないな。文字とかはないか。ないよ。裏もない。アスナは忌まわしい廃墟を調べた後、戻らなきゃって言った。ここがそうだと思ったんだけど。でも何もないよ。そんな場所を聖地なんて呼ぶか。きっと手がかりがあるはず。もしかして戻らなきゃいけないのは旧処刑場跡の方なんじゃない？そうかもしれないな。どうした？目にゴミが入っちゃった。ああ、ダメダメ。指で擦るなって言ったろ。目にバイ菌が入るぞ。ここはアンダーワールドだし菌はないんじゃない？そうかもしれないけど、癖がつくからやめろって。まぶたをギュッと閉じて、涙が出るの。まぶた？そうだ、まぶただ。まぶたが何？謎が解けたんだ。あのシンボルは閉じたまぶたを表している。どういうこと？お兄ちゃん、まぶたの奥には何がある？闇？その通り。そしてアスナは忌まわしい廃墟で神聖術を唱えた。そうか。推理が当たっているか確かめよう。
システムコールジェネレートアンブラエレメント暗層レンズ上に形成あとはこれで見ると見えたすぐも唱えてみろシステムコールジェネレートアンブラエレメントわー石碑に白い文字が見えるすごいこれどういう仕組み可視化しない波長の酵素を石の表面に定着させたんだろうそしてこいつは暗素に強く反応する書いてある文字読めるどうだろうもっと教会でみっちり勉強しとくんだったなうんこれはよし多分これでいける唱えるぞあ文字が変わった動画だったんだおそらく賢者は偶然神聖術で物質に映像を記録する術式を発見したんだこの映像は賢者が何かを残したものだろうな聞こえるだろうか未来の人私は賢者という天職を授かった者彼が賢者なのか私はいずれ起こるであろう災いに抗うためこの映像記録を残したどうか私の知識を使って恐ろしい災厄神獣ザ・スカルリーパーとの戦いに備えてほしい神獣ザ・スカルリーパーだってそうかやはりザ・スカルリーパーは生命活動の過程で周囲に満ちるエレメントを全て暗素に変換していく復活し1年も経てば東帝国は闇に飲み込まれてしまうだろう闇の進行は止まらずいずれ世界中が飲み込まれてしまうザ・スカルリーパーはトレティスの峠の旧処刑場跡に封印されているがその封印は破られようとしている人間に似せた自分の化身を作り封印の解除を進めているからだ化身？あのウルザってやつか封印は簡単に解けないよう手は打った鏡にその力を封印したので数十年は持つだろうだが化身は不老不死いずれ封印は解けるその時ザ・スカルリーパーに対抗できるよう君たちにこれを託す その神聖剛剣なら敵意を出さずに斬ることができるザ・スカルリーパーを滅することもできるはずだ同じような隠し方で私の聖火に赤の鏡を保管してある化身に渡さないでくれ封印解除の儀式が始まっている頼む明日菜が謎を解いたと言っていたのはこれだったんだな暗素を使って動画を起動できることに気づいた本来だったらこの場所で暗素のトリックに気づくべきだったんだけど明日菜は忌まわしい廃墟まで行ってからそれに気づいただから戻らなきゃって言ったのねアスナはここでもう一度アンソの術を使おうとしたんだけど化身に襲われてしまったあ、どうしようお兄ちゃん赤の鏡は奪われちゃってるこのままだとザ・スカルリーパーが復活しちゃう旧処刑場後に急ぐぞすぐ儀式はそこで行われているはずだ儀式を阻止しないといけない